はい、どうもこんにちは、パンドラです。今回も創作データの実況やっていきます。今回のクエストはこちらです。砂漠の街道をかける魔剣ケルベロスの殺害となっております。では早速やっていきます。準備完了。ケルベロス強そう。待望の犬系魔物か、もしかして。では出発します。ケルベロスというと3つの頭を持つ犬か狼か分からんけど、そっち系の魔物ですよね。属性なんだろうな。今回はちょっと初見なんで属性考えず使いたい貨物をチョイスしてみました。でもケルベロスって強そうですよね。ケルベロスって名前で弱いことはないだろう。やっぱある程度有名な名前の敵は強いと思うんですよね。サイクロプスもそうだったし。さあ出てこい。どうだ。おお、槍が刺さってるぞ。あ、かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。あ、尻尾は 2個なの。2本か。あ、めっちゃかっこいい。いけ。ちゃんと3つあるし。なんかまともな魔物ですね。ちょっと めっちゃ強くね、こいつ。いや。いや、こっち見てる。あ、やべ。ボディプレスかどうか。あっぱな。槍には槍で。久しぶりに槍を持ってきたぜ。あー、雷か。雷ってことは？うわー、めっちゃかっこいいこいつ。雷ってことはなんだ？石か？あ、これ飛ばせるのかな。ダメだった。いや、めちゃくちゃかっこいい。これでケットシーのゲットしたんですよ。はい。シュール。にゃんこパンチを食らえ。おら。あれ、すごっ。最大まで食べると金色になるのこれ。わがまま王子の毛。あ、これ違うじゃん。はい。あ、違うわ。あれなんだ。ラムさんの供物じゃん。こっちは普通だ。金色に変化するのかと思ったら、やば。あ、これ死ぬんじゃないか。危ない危ない。こっち、うわー、ベタにかっこいい。こいつケルベロス、これはもうケルベロス。ただこいつも二足歩行気味です。でもクラーケンとは違ってかっこいい二足歩行。危ね。あれ、死ぬな、食らったら。やっぱ犬系、犬狼ってかっこいいんだな。うわ、やばいな。よし、なんか吸ってる、ハーピーみたいな。うわー、見た目からして炎属性かと思ったんだけど、雷。じゃあ、まあ雷は効かない。お、ナイス。左、一番左の頭が壊れた。うわ、すごい。うわ、右もムシュって。もうケルベロスじゃなくなったぞ。あ、倒れた。
こいつは本当かっこいいですね。股の間をうまくね、すり抜けて、ここすって、で後ろを取る、すって、取れなかった。あ、やば！使い失われた。使いすぎた。回復ガブ飲みすぎた。うわ、2段階か。いやー強いな。まだオレンジ強くてかっこいいぞこいつは。いや、あれ、ケルベロスも固まってる。でも回復したいんだけど。供物がもう一利品だ。待って、供物回復する場所。よいしょ。すいません、ちょっとラブさん先生に出しております。あれ、回復できた。武器を作ります。よし、尻尾は？あ、違うか。あと1個だ。あと1個で全部破壊。あの顔か胸か。死んだら迷惑かけるな。あ、当たってない。うわー、嘘。助けてくれー。救済者がやばいんじゃないこれ。ラムさん大丈夫かな。ありがとう。逃げろ。あ、やべ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 。ちょっと待って待って、雑魚的にないかな。あ、いたいた。あー、やべ。あ、これ地面がケルベロスが吸ってるわけじゃなくて。ラブさん大丈夫？体力。あー、ありがとう。ちょっと待って、やべ、積んだかもしれん。来た。もう俺も行くしかねえなこれな。実況者泣かせの禁術再び。ゴルゴン。ラブさんが捕まえてる間にこれを。よし、チャンス。これこそ共闘プレイ。いけ。これで倒せなかったら終わりかもしれん。よし、いけ。今回は長時間見にくくなる可能性がありますけど、ご了承ください。もう一回固まらせてやる。あ、嘘嘘、どこ行った。あ、このあ、やべ、危ない危ない危ない、死ぬぞ。あー、これはもう生贄、生贄してくれ俺を。生贄にしてくれ。生贄にしてくれ。あはは、創生してくれた。ダメだ、俺は戦えないんだ。ラムさん、ごめんなさい。禁術って1回までですよね。回復魔法もなくなって俺が死んだらダメじゃん。こいつをちょっと、こいつを倒して回復しよう。
こっちに行くんだよ。ターゲット撃つんだよ。ちょっと回復します。このね、地面が動いててね、吸い寄せられるんですよ。あ、よかった、ラブさんありがとう。いやー、ラブさんのおかげだわ。一人だと詰んでたな、確実に。よっしゃ、はい、今回もまだ戦える。俺無理ですね、もう戦えないです。これちょっとラブさんに任せよう。どっちがいい、どっちがいいですか。ラブさんに任せます。どっちだ、救済かな、救済だ。はい、というわけで無事にクエストを終了しました。今回の実況はこの辺で終了です。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。スマホでご覧の方は動画の下にあるチャンネル登録ボタンからお願いします。